あやまさん、おはようございます。おはようございます。今朝ギリシャ問題について話してもらいますが、あやまさん、ギリシャはどうなってしまうんでしょうか。まあ、このままいけば借金返さない国になって倒産ないしは破産ということになるんですけれども、はい、はい、まあ、当面返さなきゃいけない借金っていうのは銀行に対してじゃなくて、はい、IMF 国際通貨基金に対する借金ですから、はい、まあ、すぐに倒産破産っていうのは実はなくて、もう7月になっちゃいましたけど、まだ話し合いはやってるんですよね。そうですね。で、今日お話したいこと、はい、そのもしもこのギリシャが本当に倒産ないし破産しても、日本経済の影響はそれほど致命的ではないです。あ、そうですか。はいはい、まず日本の大きな銀行でギリシャの国債、ギリシャのお金を国債持ってるところ、つまりギリシャにお金を貸してるところってのはほとんどありませんし、はい、やっぱり、ギリシャの経済それほど大きくないですから、はい、ただしですね、今日はその日本経済への影響直接は致命的でなくても、はい、世界を変えてしまうっていう点ではもちろん日本を含めてものすごく大きな影響が起きてしまうということをお話しておきたいんですね。あ、そうですか。はい、一言で言うと、このままギリシャが倒産破産したりすると、ギリシャがロシアの一部になっちゃう。ロシアの一部になる、はいはい、ちょっと極端な言い方ですけど、はい、まあ、ロシア領、ロシア連邦の一部に組み込まれるような状況になることが あるというのが一つと、それからもう一つは中国の海軍の軍事拠点になってしまう。はい、つまり、ヨーロッパ型民主主義のいわば原点ですよね、ギリシャが。はいはいはい、それが事実上ロシア領に組み込まれることになったり、あるいは中国海軍がヨーロッパに築く初めての拠点になるという、まあ、世界を本当はこれは根っこから突き動かす恐れがあるんですね。はあ、そうですか。はい、これはまずロシアについて言いますと、お聞きの皆さん、後でスマホとかのネットでできればちらっと地中海の地図を見ていただくと、はい、ギリシャは日本人にとっても大好きなところで、実は僕自身も好きなんですけれども、はい、地中海の中でも案外ぐーっと右に寄ってるんですよね。うん、はい、つまり地中海の東の端っこに近くて、はい、右上はすぐ黒海です。黒い海ですね。はいはい、その黒海はずっと問題になっているウクライナに面していまして、クリミア半島もその黒海に突き出ていて、はい、でここにロシア艦隊がいるわけです。あ、はい、で案外ヨーロッパ世界だけじゃなくてロシアに近いってことを考えていただくとイメージが少し変わってくると思うんですが、はいはい、これプーチン大統領はこのギリシャがおかしくなってからずっと水面下で接近を図ってまして、クリミア半島はものにしたけれども、はい、ウクライナでなかなかロシアの元にならない。一足飛びにギリシャに巨大な経済支援、ロシアも本当は苦しいんですけども、はい、無理をしてでも経済支援をして、ヨーロッパじゃなくてロシアによって助けてもらうことになると、ロシアの今の苦しさがすごく変わるということなんですよね。で実際、はい、この危機で、たくさんテレビに出てくるチプラス首相、はい、ギリシャの、まあ、すいません、僕あんまりこの人信用できなくてですね、まあ、この人をギリシャ国民が首相に選んでからも余計に危機がひどくなってるんですけれども、うんうん、そうですね、動きは非常に早い素早い人で、水面下では、ええ、このプーチン大統領と急接近をしてるんですね。ほー、それから中国は本当はロシアよりも、先に具体的に動いていて、はい、去年の6月にまず李克強首相がギリシャに行ったんですが、はい、その翌月、去年の7月に今度は習近平国家主席がギリシャに行ったんですね。はい、この中国はやはり大国ですから、首相と国家主席が1ヶ月以内に行くっていうのはちょっと聞いたことがないんですね。うん、そうですか。はいはい、で地理的にも本当は遠いですね。そうですね。でこの李克強首相や習近平国家主席が行くたびに巨大な支援をすでに約束をして、うん、例えば公表されてないことで言うと、もうこのままいくと、というかすでにギリシャの国債は半ば紙くずに近くなってるわけですけど、はいはい、それを中国がたくさん買ってあげると、うん、あるいは全部買ってあげるという約束をしてるんじゃないかとマーケットでは言われているわけですね。はい、で中国海軍はずっと外に出よう出ようとしてて、うん、南シナ海に不沈空母、つまり人工島を作ってしまって、はい、これがまあ今日本も含めて大問題になってるわけですけど、
これもパーンと一足飛びにインドとかの頭でドーンと飛んで地中海のど真ん中に中国海軍の拠点ができると、これは今の世界の様子はガラッと変わりますね。あ、そうですね。でこういう動きがあるってことを一つしておいていただきたいのと、あとこのさっき言いましたそのヨーロッパにとってとっても大事なギリシャ、民主主義の原点のギリシャが、どうしてこんなになってしまったのかということを今日の最後にちょっと考えたいんですけども、あの実際に僕もギリシャ行きますと、もうあのこの危機が表面化する前から、例えば首都のアテネはもうゴミだらけです。はあ、そうですか。はい、国民の7割は公務員をやってる国なんですけれども、その公務員が働かないので、もう特に週末なんかになると、あの綺麗なはずのアテネがもうゴミとハエと、それからもっと言うとそのウジ虫まで含めてですね、イメージが全然違ってて。本当ですね。ところがその観光地に行くとですね、アテネじゃなくて要するに古代文明の観光地に行くと、ゴミ一つ落ちてないということもあったりするんですよ。でこれはずっとそのギリシャが観光地だけでこうやってきて、例えば新しい技術の開発とかそういう、工業国にしていくような取り組みがやっぱり多かったってことなんですけど、実はもうそのまま放置してきた、ギリシャは EU の、一員ですけれども、そのドイツを中心にした EU はこれを放置してきたっていうことを言わざるを得ないんですね。でどうしてかというとですね、このギリシャはもうご承知の通りだから通貨でいうと今ユーロですよね。このギリシャやあるいはギリシャほどじゃないけどもやっぱり危機のあるポルトガルとかスペインとかイタリアとか、みんなこれ地中海に面した南の国ですけども、そういういわば経済が弱い国々があるからユーロがさほど高くならないんですね。もしもユーロが なくてドイツが元々の通貨のマルクであれば、多分そのマルクはとんでもなく高くなってて、そうでしょうね、私たちが苦しんだ円高よりももっと高くなってて、例えば有名なドイツ車も輸出するときにはすごく値段が高くなっちゃって、今ほど売れるはずがないんですよね。したがって、まず一つはその EU はフランスとドイツが中心ということになってるけれども、実態はドイツがどん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 支配力を強めていて、このギリシャをはじめこういう経済の弱い国をむしろそのままにしといた方がドイツにとって有利ってことがあって、したがって、そのままにしてきたということは実は水面下の奥深くの事実としてあるんですね。でそれはこれは全部考えると今日の、まあ、お分かりに言えばですね、やっぱり政治とかあるいは軍事とか、そういうものを決めるのは経済なんですよね。そうですね。経済が全てを決めていって、その上で政治とか軍事もあるんで、例えば日本の安倍政権も安保法制を例えば無事通したいんであれば、やっぱり本当はアベノミクスをもっと強化しなきゃいけないんですね。この新しい成長戦略ってのが発表されたばっかりですけど、それが物足りない。本当はメタンハイドレートを含めた資源産業の勃興や、あるいは農業を TPP のお荷物にしないで輸出産業にして盛り立てていく、そういうことを本当は日本の安倍政権ももう一回本腰を入れなきゃいけないっていうのが、このギリシャ危機から一番私たちは知ることができる大事な真実だと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございました。はい、独立総合研究所